89.2 Rainbow Town FM。 ファンファンチューズデイ、ファンチー、アカネのチューチューチューズデイ。今週も始まりました、火曜日担当のファンチーとアカネです。よろしくお願いします。この番組は私アカネとフォンチーからの日頃の感謝の気持ちを込めて、ゆるっとシャキッと自由にチューチューチューと皆様の癒しと時にはためになるあれやこれ、思わずそのリップからチューチューチューと誰かに伝えたくなるような話題をお届けできる番組を目指してます。はい、この番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エドプレスジャパンというのは、羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンで検索するとホームページから24時間動画を配信していますので、ぜひチェックしてみてください。はい、昨年の4月からファンファンが月曜日から金曜日までの23時から23時半まで帯番組になってまして、はい、今年の3月で1年に突入です。突入じゃないか、1年経った、うん、ということでございます。現在月曜日はウェイウェイさんと渋谷真理子さん、火曜日は私アカネとフォンチ、はい、水曜日は桐村真理さん、井上由香さん、木曜日がレノサトシさん、木村昴さん、金曜日は池田彩さんと月替わりでゲスト MC をお迎えして進める番組となっております。ぜひ他の週もチェックしてください。はい、ということでこの番組ではあなたからのリクエストメッセージもお待ちしております。宛先はファックス番号 03-5634-0792、 E メールは info@792fm.com、 E メールは info@792fm.com までです。ぜひお待ちしております。はい、そして私たちファンファンの番組問い合わせフォームもございます。番組へのお問い合わせは http://fanfan.com/request/fan-fun.com/req-u-e-s-t/ でお便りをお待ちしております。待ってます。はい、ということでね、先週、発表させていただいたんですが、うん、はい、3月いっぱいをもちまして、ファンファンチューズデイ、フォンチー&アカネのチューチューチューズデイをですね、はい、一度お昼寝させていただくということで、はい、残すところ今回の放送と3月28日の生放送でございます。はい、生放送の日ぜひ皆さん深川ギャザリア、木場の深川ギャザリアにて、生放送ですので、ぜひ皆さんね、うん、来てほしいです。観覧もできますからね。はい、できますので、でチータンがそれで4月、うん、あ、もうすぐ、そうだね、生放送の次の日、さあ3月29日から4月の9日まで、9日長いですね。長いんですけど、 でも完全ダブルキャストなんで、うん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 、まあ普通ですね。9公演、あ、9公演、チータンは9公演で、そうです。舞台が私は A チームの主演をやらせていただきます。主演です。はい、主演様です。久しぶりの舞台、ね、結構難しい役なんでしょ。私多分今までやった中で一番難しいです。はい、ということで皆さん詳細はいろいろあると思いますので、はい、購入方法やタイトルやら何やら、キャストなら何やら、フォンチーのツイッターなり、うん、ツイッターにもしなければなんか検索すればどっかにフォンチー出てきますので、ぜひ皆さんご興味あったら、はい、頑張ります。ということで今日もチューチュートークのコーナーに行く前にここで一曲聴いてください。はい、こちらこちらはリクエストいただきましたですね。あちゃちゃちゃあーちゃんさんから、リクエストいただきました。スタイルカウンシルさんのザ・パリスマッチです。この曲はですね、パーティードレスを着たあかねさんがグラウンドピアノを弾きながらこの曲を歌い、しっとりとモルトウィスキーなんかを飲みながらバーのカウンターからそれを眺める、そんな古い洋画みたいなワンシーンを妄想しながら聴いてください、とのことです。パーティードレスを着たあかね、超かっこいいね。しかもピアノ弾いててだよ、うん、でモルトウィスキー片手にだよ、なんておしゃれなんだ。そんな曲だそうです。はい、では聴いてください。スタイルカウンシルのザ・パリスマッチ。チューチュー
このコーナーは毎度事前に募集している聴取者の皆様のためになる、自分だけが知っているあんな話やこんな話、実はみんな知らないあんな話やこんな話を発表して語っていくコーナーでございます。はい、明日のあなたも語る側になれちゃうかも、いやなりましょう、ということで早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネーム渡辺さんからいただきました。ありがとうございま す。バカコンの昼寝企画を聞いて思ったことです。はい、もはやトークテーマでも何でもありません。ん？おそらくバカコンはこうしてできたのであろうという推測です。あら、私たちの。はい、なんか舞台化希望という、とのことでなんかいろいろ書いてあるのでちょっとお読みしたいと思います。はい。急に。舞台化希望ですよ。ガリ弁で真面目なメガネ女子のアカネ。かっこ。中3で春からは高1。細かいね。は、たまたま入った街の楽器店でピアノを試し弾き。その音色に直感的に反応したのは店のバイトのビーコ。偶然にもビーコは茜が4月から通う女子校を今年卒業する OG。 そしてビーコは自身が部長を務める軽音楽部、地元では有名な伝説の部の存続をかけて入部者を探していたのだった。うん、半ば強引にビーコからお願いされ助けを渡された茜は春から学園の生徒会と掛け持ちで軽音楽部の部長を務めることとなった。おお、すごいトントン拍子。部員は茜一人。そこへ入部希望の女子がやってきた。中学時代は浜の核弾頭と地元では恐れられていた一匹狼の地位。いや私普通かい。部長はどこ？私だけど。はあ？なんで一年のてめえが部長なんだよ。ガリ弁はすっこんでろ。タイマンが始まります。タイマン始まる。しかし茜は実は文武両道で強い。二人ともボロボロ。絶対負けねえ、絶対負けねえと繰り返すも起き上がれない地位を残し勝利した茜。もう翌日の部室、傷だらけで一人ピアノを弾く茜。ふと気がつくと音に厚みが。地位がパーカッションでセッションしていた。お互い認め合った二人。それを校舎の鍵から見ていた謎の二年生の牛気。面白そうな奴らじゃん、ニヤリ。この続き考えてください。そこまで言ってこの続き考えてください。すごいなこの妄想。え、これ一番最初のさ、うん、卒業する OB の B 子がキーボー木本ゆうきなのかと思った。ね、うちも思った。違った。違うんだね。この B 子は本当に B 子なんだね。誰だ。リアルななんか違う誰かさんだなんだね。でもなんかさ、怠慢とかってやっぱ一回怠慢するとその次からは仲良くなるっていうよね。うん、言うね。そういうやんちゃな男の子の話聞くとさ、すごいね。ガリ弁で真面目で生徒会と掛け持ちで、すごい。なんかすごいね、あーちゃんの私すごいね。過去そのものだよね。そしてピアノを弾いてセッションしていい。セッション。お互いを認め合った二人、やばい。面白そうなやつらじゃん。この続き？でも確かに木本ゆうきが面白そうなやつらじゃんっていう。じゃ誰だよ。じゃあ木本ゆうきが入るとしたらなんだろうね。てかどういう流れで入ってくるんだろう。まず多分、ねえちょっとそこの二人って言って入ってくる。ああそうだね。多分言葉はこれ。言葉はそれ。でからの？からの。ちょっとギター合わせさせてよみたいな。ギターなんだ。ギターで合わせさせてよって言って弾き始めるんだけど全然弾けないみたいな。弾けないじゃん全然。ダメなんだ。ちょっと練習 しないみたいな。私さもう最近学校がつまらなくてさ、そんな時にあんたらを見つけたんだみたいな。どう、こういうなんか大阪にいそうな人だ。あんたらを見つけたんだとかさ、なんかありそうじゃんキーボーだったら。面白そうなやつらじゃにやりから入ってくんでしょ。うん、キーボーが影で面白そうなやつらじゃんって言って、あの漫画で言うとさ、うん、こうなんていうの、独り言の吹き出しに入る。あるね、あるね、にやりみたいなね。だからやっぱりね、ちょっとでかなんか入ってくる。そうだね、ちょっと偉そうな感じで入ってくるでしょ。ちょっとそこの2人みたいな。えみたいな。私はね、面白そうなやつらじゃん、ちょっとそこの二人、いやそこのガリ弁で真面目な生徒会長つって、私とタイマン張ろうやつって、あまたタイマンを張る、うんうん、あーちゃんが、うん、なんで私や。でもまたもや絶対負けねえ、絶対負けねえって
繰り返すも起き上がれない地位じゃなく肝と超強いじゃん私そう、うん、で翌日の部室傷だらけでピアノを弾く茜心配そうに見守る地位そこで傷だらけな木本が入ってくる3人でセッションしてお互いを認め合う3人バカコン結成どう違ういいよそうしようすごいまとまったでしょそしたらなんかもう一人来そうなもんだけどねそうどんどんそうやって張ってくんですよタイマーなんか時々ある深夜にやってるドラマみたいだねこれ30分枠のこれ舞台化希望だってどうする検討しますだからバカコンで舞台やるにしても、まあ、内容これじゃないだろうねまあねいやでも面白かったわ面白い ね, こういうねありがとうございますその先を考えてくださいって新しいねはいということで以上チューチュートークでしたここで CM ですまさかのラジオで食レポイエーイということでこちらのコーナーですね、はいコンビニとかスーパーで売っているものをですね、はい買ってきて勝手に食レポをするというものです本当勝手だよはい本当にはいでも商品名とかは結構うやむやにしますので、はい後日ねツイートとかしますので、うん、ぜひ皆さんそれを見ていただきたいと思います音だけで楽しむ食レポでございます、ね、これを聞いて食べてくれたら嬉しいはいさあということで早速いきますかはい今日はじゃああーちゃんからいってみるはい今日は、うん、焼きチーズタルトでございますいやもう名前からして美味しそうはいこちら、うんパッケージは普通のねなんていうの、うん、セロハンでございまして、うんうんうん、こちら税込み価格より30円引きイエーイシールがついてます最高ですチーズタルト30円引きってやばいねいいね158円税込みの商品でございますからねじゃあ120円ぐらいで買えちゃう、はい、さっくりもちもち食感さっくり生地にもちもちチーズそしてこれなんと消費期限が、うん、2017年3月11日24時までぴったり書いてありますちゃんとしておりますすごいちゃんとしてるね、はい、ということでいきたいと思います開けますあいいね開けるこのワクワク感ねあどあ匂いはチーズタルトのチーズタルトの匂いがしますあしか言わないじゃんすごいね香ばしい匂いが、うん、うんうん、ちょっと香ばしい匂いがします、うんうんうん、中はですねきっとこれ柔らかいからかな壊れないようにかなこういうあるねそういうとプラスチックのケースに入っております、うん、ではいただこうと思いますあでも手で持っても結局ベタベタしない生地ですいただきます。タルトだからね。ここ硬い？うん。あ意外にしっかりしてんだねタルト側が。うん。ふんふん。なになになに？え？あこの時で？え？ああすごい。サクサクしてるサクサクしてる。うん。よくあるのは。うん。タルトのそういう生地みたいなサクサクしたチーズじゃない部分が、うん、結構柔らかいのが多いけどこれはクッキーとタルトの中間ぐらい並みに硬いですあ結構硬いんだはいなんで、うん、このクッキータルト生地のこれ口の中パサパサ喋りづらい若干タルト生地と、うんチーズのケーキの部分の硬さとムース感の融合を楽しめることになってる。あ、いいじゃん。で、甘すぎず、うん、チーズの味がします。もういいや、チーターにバトンタッチします。はい。じゃあ私がいただきたいと思います。難しい。あ、確かに。すごいチーズ、匂いは。うん難しかったチーズタルトってさいっぱいあるからさまあいいやどうぞすごいなんか鼻にツンとくるチーズ感すごいねこれじゃあ私もいただきたいと思いますあ確かに手がベタつかないねこれ大事いただきますうんこのコーナーシュールだよね音聞こえる？サクサクの。あ、ちょっと聞こえる。うんうん、なんか、あ、
なんか喋れないんだよねしばらく。わかるわ、すごいね、うん、持ってかれる口の中の水分全部。うん、確かに生地がすっごいざっくりしてて、うん、でもざっくりしてる中にふわふわなチーズが入ってくるじゃん、うん、この融合がいい。うん、ざっくり生地にふわふわのチーズ、うん、この融合がすごい良くて、うん、私某チーズタルト店の、あのチーズタルトがすっごい好きなんですけど、ほう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 、味がね結構似てる。あ、そう。で、そこのチーズタルト店がすっごい人気なんだけど、いつも行列なんだけど、うん、結構舞台の差し入れとか、うん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 、みんなが煮詰まった時に絶対持ってくんだけど、うんうん、結構ねそれとそんなにさほど変わらないかもしれない。でも安い、こっちの方が。おお、お得だし、時には30円引きになるし。なるし。うん、皆さん聞きましたか、いつでも手に入れる、あの入れられるし。某チーズタルト店は行列だから並ばないといけないんだけど、しかも賞味期限も某チーズタルトより長いんじゃないの。長いと思う。某チーズタルト店は、うん、その日か次の日ぐらいに食べないと、ね、ダメなんだけど、これ結構長いからいい。本当にいいね。本当にもっちもち。確かに、あの、あんま柔らかすぎるよりさ、ちょっと硬いぐらいの方がいいよね。うん、いい。なんかね、紅茶片手に食べたいね。ああ、いいね。わかる？なんか。サクッと。で、そう、ほんとクッキーみたいに食べられていいね、それ。なんか、お昼ぐらいのおやつの時間に、うん、花柄のソファーに寄っかかって、あったかい紅茶を片手に、このサクサクのざっくり生地のもっちもちチーズのチーズタルトを食べたい気分、今。で、ちょっと、あの、ちょっと怖いドラマみたいな、ちょっと見たい感じ、気分。うん、そんな気分に浸りました。美味しかったです。はい。よーく希望のシチュエーションが分かりました。ということで皆さん気になったらぜひ、はい、食べてみてください。ツイッター後で画像と一緒に載せときまーす。お願いします。以上、まさかのラジオで食レポでした。ポンチこれ言ってー。はい。イエーイ。チーズタルト美味しい。いや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 、もうもうこっちのコーナーだから、これもう一番メインコーナーだから。え、メインじゃない、メインじゃない。だってね、これね、ほら、うん、今週と来週で、来週はもう生放送だから、下手したらこれ最後かもしれない。あ、もう最後でいいよ。いや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 、ダメよ。来週も考えてきますからね。いやいやいや、ということで、こちらのコーナーは私発案のものでございます。単純明快、フォンチに言ってほしいあんなセリフやこんなセリフを、私が考えてきて、はい、毎回ぶっつけ本番でフォンチに言ってもらうだけです。だけです。はい。ということで今日のお題をいきますね。私がまずは棒読みします。はい。これフォンチ多分ね得意だと思うんだよね。え、得意とかある？じゃあ棒読みいきます。あーん、もう我慢できない、もう限界、めっちゃ溜まってるの、ねえ見てこれいいでしょ、する、一緒にしよう、 DVD 鑑賞会。ほら、一番最後のとこ今日内緒しとけばよかったな。内緒しとけばよかったな。まあいいや。はい。もうさ、そこまでに行く一言いらんくない？何が？え、なんか最後普通に一緒に見よう DVD 鑑賞会みたいな感じでいいじゃん。ダメだよ。さあ、フォンチこれ言ってだから、コーナーだから、これ別に一緒に見よう DVD 鑑賞会でも別にある意味ちょっとは成立するよ。フォンチこれ言って言い方によってはさ、厳しいっす。あーちゃんこの人に、はい、はいはい、じゃあ、はい、あの、でも本当に本当に感情込めて、はい、もしかしたら最終回かもしんないからね。 OK、 よーい、スタート。あー、もう我慢できない、もう限界、めっちゃ溜まってるの、ねえ見てこれいいでしょ、ね、する、一緒にしよう、 DVD 鑑賞会。どうすか、どうすか。ダメ、最後がクソガキみたいになったから、ちょっともう一回、もう一回、これでも、これ本チーファンには最高だと思うんだよね。で、うん、これほらチーターよく DVD とか映画とかよく見るじゃん、ゾンビ映画とか。だからすごい考えるときにゾンビ映画とかいろいろ思ったんだけど、それだとやっぱりフォンチーこれ言ってんのね、うん、元々の趣旨になるべく近く置いとくとするとそこに落ち着いたんだよね。オッケー。ダメ、ちょっともうそれを踏まえた上でもう一回。でも前半すごく良かった。あ、本当？たまらないと思う、フォンチーファンは。だってあーちゃんが目の前で爆笑してんだもんね。いいよ、もうどうぞ妄想してください皆さん。ということでちょっとテイク2ね。オッケー。テイク2でシャッと締めるから。はい、よろしく頼むよ、任せてください。よーい、スタート。
あーん、もう我慢できない、もう限界、めっちゃ溜まってるの。ねえ見て、これいいでしょ、する、一緒にしよう、 DVD 鑑賞会。どう、おめでとうございました。イエーイ、お疲れ様でした。イエーイ、どう、いい締めになったっしょ。なったと思う。いいでしょそれ。うん、最初の一言ね。最初の一言確かに大事。テイク1も2も、うん、いい感じだった。いい感じだった、うん、めっちゃ恥ずかしいけどね。何してんだろうと思う。でもなんか時々こういうさCM とかありそうだよね、そういう。あるの？何してんだろうって思わせといてさ、実はこういうやつ。あ、まあまあ確かあるね、よくね、落とすやつね、最後。さ、DVD がどういう DVD かっていうのは置いといて。以上、フォンチーこれ言ってのコーナーでした。はい。ここで2曲目聞いてください。これもまた、リクエストいただきました。はい。ラジオネーム、パスワード管理は手書きメモさんからいただきました。リクエスト曲はですね、オートの I Like Cola です。あら。この曲はですね、80年代頃から活躍している日本のハードコアバンドです。これ、フォンチさんのテーマソングにしませんか？そして、アイライクコーラのコーナーも作っちゃおうとのことで、私がね、コカ・コーラ好きだからね。ね、大好きだもんね、コーラね。大好きです。それでは聞いてください。オートさんで、アイライクコーラ。ということで、すごいね、オートさんのね、アイライスコーラ聞いていただきましたが、でもさ、ハードコアバンド日本のなんだね。ね、でこれアイライクコーラって言ってるんだけど、アイライクコーラーってコーラって言ってるかどうかちょっと分かんないよね、一瞬ね、分かんないね。これフォンチーさんどうですテーマソングにはどうですかって。いやー、あのコーラが好きっていうのはすごい伝わったんですけど、うん、テーマソングになるかならないかってはならないですね。コーラの曲、コーラの曲ね、コーラ大好きやからね、本当に。なんかジョーラーとかドーラーに聞こえるもんね、コーラ。マジで1日2リットルくらい飲んでんじゃないかってぐらい。そんなに？え、もうめっちゃ飲んでる。やばいよ、コーラも2リットルでスタバも行くんでしょ。スタバも行く。そう、絶対飲んで。うん、でスタバ行けない時はフィルマのカフェラテ飲むから。もうとりあえずカフェインの摂取が半端ないと。そうだよね、コーラもカフェインに取りすぎると良くないとかない？取りすぎると例えば夜とかだったら眠りにくとか、なかなかつけないとか。おかしだもんな。そういうか、言うじゃん、なんかあの徹夜とかしたい時はカフェインを摂取するといいみたいな。だから、ね、夜眠れないんだよね、多分。それはお風呂上がりでコーラを飲んでるからだと思う。わかんない、炭酸の感じ、ね、全然わからない。何にでもコーラ合わせるもんだって、コーラとキャラメルフラペチーノさえあれば生きていける。ステージドリンクもそれでいい、はい、ステージドリンクはわかる。わかる、そのか、いやいや、あ、好きなやつ、高千穂牧場のカフェオレを飲んでる、うんうん、あ、じゃあそれ好きだよね、うん、あれはステージドリンクでもいいかもしれない。なんか、なんていうの、気分が上がる、あれの、うん、でしょ、うんうん、そういう感じなの。そう、一緒。変な栄養ドリンクとかもありなんだけど、気分を上げるっていう点でいくとそれがいいよね。いや本当だったらさ、うん、なんかできる女子みたいにスムージーとかちょっと作って持ってってますみたいな、はいはい、たまに気分で作ったりするんだけど、うん、でも結果戻るのコーラとかキャラメルフラペチーノなんだよね。うん、無理だわ。まあその分ね、気使ってるからね、うん、チータンは。そうだね、偉い。ということで、一応アイライクコーラからこんな話に。はい。はい。ということで、あっという間に今日も終わりの時間でございます。はい。ね、この間発表しましたように、うん、3月いっぱい持ちまして、うん、ファンファンチューズデー、フォンチュアカネのチューチューチューズデーが、一旦ね、お休みと、お昼寝と、させていただきます。はい、来週が最後になりますが、来週はなんと、生放送。3月28日、23時から23時半までの30分ですね。木場の深川ギャザリア内のレインボータウン FM にて生放送を行います。観覧もできますので、はい、ちょっと寒いかもしれないから着込んできてください。そうですね、外ですから、ぜひ皆さん、はい、見に来ていただけたらなと思います。最後の放送を、はい、見に来てくださいね。お願いします。ということで、この番組ではあなたからのリクエストメッセージもお待ちしております。宛先はファックス番号 03-5634-0792、 E メールは
info@792fm.com、 e メールは info@792fm.com までです。来週最終回なんで、はい、いろんなねコメントやメッセージやリクエストお待ちしております。待ってます。私たちファンファンの番組問い合わせフォームがございます、はい、番組へのお問い合わせは http://fanfan.com/request/、 こちらが fan-fun.com/request となっておりますので、はい、こちらでもお便りお待ちしてます。ということでファンファンチューズデイフォンチー、アカネのチューチューチューステイ、ここまでのお相手は私フォンチーとアカネでした。またねー、バイバーイ。最新回聞いてね。夢を見た寝ぼけまなこに覚えてるのは何やな。お聞きの放送は JOZZ3BFFM、 FM 高等周波数 79.2MHz、 レインボータウン FM 大江戸放送局です。この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。